すみません。こちらにローズさんはいらっしゃいますか？何の用だ？話がしたいんです。それは無理だ。帰ってくれ。お願い、どうしても会いたいんです。私がローズよ。どんなご用かしら？助けてくれると聞いて。助ける？来なさい。中で話しましょう。信用して平気か？するしかない。入って。お名前は？アリス。ひどい熱ね。ここ何日か野宿していて、もう限界で。2階に空き部屋があるわ。寝かせてきなさい。食事を持っていくから。アダム、案内してあげて。私は平気だよ。国境を越えるんでしょ。私のせいで遅くなるのは嫌。大丈夫アリス、きっと助けてもらえる。一晩眠れば明日にはカナダにいるはず。約束よ。なんで人間は意地悪なの？悪いことしてないのに。きっと誤解されてるの。時間が経てば私たちのことも理解してもらえる。お話しするだけじゃダメなの？きっと分かってもらえるよ。きっとそのうち分かってもらえる。何が好きか分からなかったけど、とっても美味しいスパゲティを作ってきたわよ。食べればすぐ元気になるはず。解熱剤も用意しておいたわ。ありがとう。これは洗濯しておくわね。ゆっくり寝るのよ。ちょっと下に行ってくるわね。ゆっくり休めば明日には俺より元気になるさ。しばらくそばにいるよ。
あなたの名前は？カーラです。この子は息子のアダム。私の名前はもう知ってるわよね。ほら、座って、カーラ。真冬に変異体が女の子を連れて一体何をしているの？父親が虐待を。殴られてる姿を見て、突然目が覚めたんです。自分を犠牲にしてもあの子を救わなきゃって。あの子を守るために逃げ出したんです。そうだったの。ここにはお二人だけで。2年前に主人が亡くなってね。アダムと二人でやりくりしているの。取れた野菜を市場で売ったりしてね。裕福ではないけれど、食べ物には困らないわ。本当にありがとうございます。あと一晩でも外で過ごしていたら。できる限り手を差し伸べるようにしてるだけよ。普通はアンドロイドを嫌うのに、なぜ助けてくれるんですか？私たちも価値のない人間だと言われ続けてきたの。周りの助けがあったからこそ、こうして今生きていられるのよ。国境越えを手伝っていると聞きました。助けてください。川を渡るしかないわ。でも冬は川が凍ってる。とても危険よ。それにあのアンドロイドの生命のせいで、みんなピリピリしてる。落ち着くまでの間はここに身を隠している方が安全よ。ずっと隠れているわけにも。あの子には普通の暮らしをさせてあげたいんです。国境を越えないと、何があろうと。お願い、助けてください。ローズ、来てちょうだい。一体どうしたの？メアリーがシャットダウンしたんだ。一緒に逃げてきた。国境を越えたら何をしようかっていつも話してて。愛してた。何よりも愛してたんだ。これからどうすればいい？そっとしておきましょう。アリス、どうしたの？寝てなきゃダメよ。でも眠くないよ。さあ、ほら。部屋にいたくないって言ってな。どうしたか？いえ、平気よ。俺は反対だ。今日あんな事件があったばかりだっていうのに、危険すぎるだろ。警察がここで奴らを見つけたらどうする？刑務所行きだぞ。分かってるのか？刑務所。アダム、それについてはもう話したでしょ。いや、もう黙っちゃいられない。人生が台無しになっちまうんだぞ。機械のために。機械じゃないと言っているでしょ。生きているのよ。生きてるのは俺たちだ。あいつらは違うだろ。
父さんが生きていればこんなことにはならなかった。アダム、親に向かってなんて口を聞くの。あいつらをかくまったせいで刑務所に行くなんて真っ平だ。いい加減にしなさい。もうやめて。気にしないで。たまにああやって爆発するのよ。父親が亡くなってからは特にね。でも悪い子じゃないのよ。今晩国境を越えられるよう準備しましょう。いい？待ってて、すぐに戻るわ。